皆さんこんにちは、ビルエンド大林です。ダンベルを使ったリアレイズのやり方を紹介していきます。鍛えられる筋肉なんですが、まあ、リアレイズ、リアという名前がつく通りですね、肩の後ろの筋肉、リアヘッドと言います。鍛えることができます。でやり方によっては僧帽筋のチューブ、肩甲骨の間の筋肉ですね、とか両頸筋なんかも鍛えることができます。この肩の後ろリアの筋肉っていうのは肩の前とか真ん中に比べておろそかになりがちな筋肉でもあります。見た目的なバランスだけでなくて筋力的なバランスが悪くなって後ろだけ弱くなってしまうと肩の怪我のリスクが非常に上がってしまうので、見た目を整えるだけでなくて怪我をしにくい体を作るという意味でもトレーニングに取り入れていただきたい種目でもありますので、ご活用いただければなと思います。それではやり方なんですけども、ダンベル両手に持っていただいて前傾姿勢作ります。まあ、ベントオーバーローと同じような要領でですね、手は向かい合わせにしていただいて、ここから肘を外に回すようにしてダンベルを上げて下ろして、上げて下ろして、上げて下ろして、あまり直線的に下ろす、上げて下ろしてとするとですね、ダンベルローと同じ動きになってしまいますので、なるべくですね肩甲骨は寄せないように離したまま肘を外から回して下ろすというような意識で動かすと、より肩の後ろの筋肉を使うことができます。それではですね、今回はリアレイズの解説をさせていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。